いやいや、上位打線人間関係わかんないけど熱出たことあるのに、すごいうまい。オッケーオッケー、ナイスラン。出たよ伊藤ちゃん。早い。伊藤ちゃん。なんかスタミナありますよね。スタミナが。時間ないからね。申し訳ないけどちょっとバンバン入ってこう。ナイクちゃん。オッケー、ナイスイング。よけれますってるもんな、お前の球がすげえスタミナ普通が18人
じゃあ一人声援を小川さんに渡してください。はい、ね、じゃあ、ひろちゃん、ひろちゃん、ジム行こう。あ、ダメ、ゲーゲーゲー、はい、やりましょうか、皆さんね。はい、じゃあまっちゃん、まっちゃん、お願いします。はい、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 お願いします。はい、ホワイトファン、ホワイトファン、ファイト、なんとなくでいいファイトファン、ファイト、はい、はい、皆さんお疲れ様でした。いや、いい試合でした。残念でしたけどね。イエーイ、イエーイ、イエーイ。じゃあ皆さん、ぜひ今日は一人選手をお母さんにお渡しください。はい、いや、負けだ。本当に勝てねえな。どうやったら勝てるか。どこかやったら勝てるか。仕事じゃん。前回のあれ、所沢の仕事じゃ勝ってんだよ。いいじゃんさ。最後、あと車の中で勝って。最後ね、いるじゃん、車の中置いてきたから。じゃあいいじゃん、すいません。いいじゃん、ちょごめん、ちょっと車のキーやる。すいません。ちゃんの約束鈴木いっぱいいるんだ。鈴木さん向こうでも鈴木山ほどいるから。だってお前、俺が堀越高校なんか鈴木和弘3人いたら鈴木和弘バカなのかなって思っちゃった。同姓同名で、まあ、漢字は違うんだけど、堀越高校だ。なんでそんな、いやバカな、バカみたいな。いやいや、あの頃だって有名だから、俺の時代は。あそこはほら、今バカ扱いした。バカ扱いして何って。みんなこういう感じなんだよね。だって知ってるじゃん、堀越高校。いや、知ってるけどさ、みんなバカ扱いしてる。バカ扱いバカだけどさ。で、大学青森大学。堀越高校ってなんで青森ですか。どこしかなかったんだよ。先生が大学入れてやるから、お前は推薦で行けるとこ行きなさいっつって。はい、今度会社九州大学外出生産落ちて、はい、じゃあ次の日青森大学。